お知らせ広場。催し物。茨城花フェスタ2014。日時、2月15日土曜10時から16時30分。2月16日日曜10時から15時。会場、つくばカピオ、つくば市。入場料、前売り券450円。当日券600円。 中学生以下、障害者手帳を持参した方、付き添い一人まで、は無料。販売場所、全国のコンビニエンスストア各店、つくばカピオ、県庁政協など。問い合わせ、県産地振興課、電話029-301-3954。日立中サイクルスポーツフェスティバル、日時、 3月16日日曜9時30分から、会場、国営日立海浜公園中央ゲート付近、内容、本格的自転車行動レース、三輪車レース、ちびっこ大人部門、地域特産グルメ物産販売、ステージイベント、スポーツ選手、タレントライブ、ゆるキャラ出演など、 三輪車レースの出場者を募集中。応募方法。県庁、市町村窓口などに配置のチラシ、または県ひたちなか整備課ホームページからダウンロードしたチラシに必要事項を記入の上、県ひたちなか整備課にファックスまたは郵送。締め切り。2月26日水曜、先着順。問い合わせ申し込み。 県ひたちなか整備課。電話029-301-2772。ファクス2 7 8 9ホームページ、ひたちなか地区で検索。募集。県立水戸南高等学校通信制課程、平成26年度、生徒募集。毎日通学できない方でも学べる通信制。 単位制、です。前の高校で習得した単位を活かすこともできます。一般入学、願書配布、1月14日火曜から、受付期間、3月12日水曜から25日火曜、土日祝日を除く9時から17時、点編入学、願書配布、1月14日火曜から、 受付期間2月17日月曜から21日金曜9時から16時30分問い合わせ申し込み県立水戸南高等学校郵便番号310-0804水戸市白梅2-10-10電話029-247-61734284 通通信性直通案内自動車税の障害者減免申請・出張窓口障害者手帳などをお持ちの方で一定の要件を満たす場合申請により自動車税が減免されます2月から3月にお近くの市町村役場県税事務所、支所所在市長を除く で、申請受付の出張窓口を開設します。日程、場所については、各市町村の広報誌などをご覧ください。申請には、障害者手帳、印鑑、運転免許証、車検証などが必要です。詳しくは、各県税事務所までお問い合わせください。問い合わせ、県税務課。 電話029-301-2429県障害福祉課電話029-301-336823月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間子供のための携帯電話スマートフォンの購入時には必ず子供が使いますと伝え インターネット上の有害な情報から守ってくれるフィルタリングを設定しましょう。また、子供が使うインターネットにつながるゲーム機、携帯音楽プレイヤーなどは、有害情報から子供たちを守るため、保護者による使用制限機能やフィルタリングを利用しましょう。問い合わせ、県女性青少年課、電話、 029-301-2183母子、父子家庭の支援について県内の町村にお住まいの母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために養成期間などで2年以上就学する場合に給付金を支給します養成期間に入学する前に 事前の相談が必要となりますので、お住まいの町村を所管する各県民センター、福祉相談センターにご相談ください。市にお住まいの方は市役所にお問い合わせください。問い合わせ、県子ども家庭課電話029-301-3258。茨城女性特派員を募集します。 広報誌、ひばりの記事を書いてみませんか任期、平成26年4月から平成27年3月。募集人数、4人。締め切り、2月21日金曜。謝礼、年間6万円。応募資格、茨城県在住の、平成26年4月1日現在で、満20歳以上の女性。 公務員や議員でない方など。応募用紙、県ホームページ、募集採用情報からダウンロードできます。県広報広聴課、各県民センターなどにも配置。応募方法、郵送、パァクス、E メール。問い合わせ申し込み、県広報広聴課、電話029。 301-2128-FAX-21682 月7日は北方領土の日考えようみんなで解決北方領土